はい、皆さんこんにちは。レック東京リーガルマインド専任講師の森田と申します。これから60時間で受かる社会福祉士スピード合格講座担当させていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、この講座はスピード合格講座という講座名にもありますように、この社会福祉士試験に向けて、まあ、一定の時間の中でスピーディーに勉強をしていくという、そういう講座です。これから問題などもたくさん使いながら説明をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。はい、それでは早速内容の方に入っていきます。まずユニット1というふうに書いてありますけれども、この講座はですね、細切れに勉強、お仕事をお持ちの方、あるいは学生の方、まあ、いろいろ授業があったりお仕事があったりすると思いますので、30分ごとに区切って一定の範囲を、そこで区切って説明をしていきたいというふうに思います。まあ、ただぴったり30分というわけにはその内容ごとに言えないんですけれども、当然まあ5分前後の揺れはずれはありますけれども、だいたい30分でですね、勉強の一つのまとまりができるように説明をしていきたいというふうに思います。はい、それではユニット1ですけれどもですね、内容は今回このだいたい30分でやっていくところは、まず敵を知り、まあ、己を知ればですね、百戦危うからずと、そういうふうに言われますようにですね、超って入れましたけれども、まあ、合理的な合格法、まあ、どういうふうに勉強していったらいいかということと、当然ですけど、どのような形で試験が行われていくのかということについて説明をしていきます。はい、それではですね、社会福祉士試験の分析、これから入っていきます。出題科目は、これは19科目で、出題数は150問ですね。皆さんもご存知だと思いますけれども、まあ、ここで出題科目も出題数も非常に多い。合格するにはテクニック、あるいは合理的な勉強方法というものが必要になってきます。さて、この講座の教材なんですけれども、これについてちょっと確認をしていきます。ね、教材の方は、まずはこのデルジュン合格テキストというものをですね、使いますので、これを手元に置いてみてください。これを使いながら説明をしていきたいというふうに思います。もう一度確認しますと、19科目150問。この多いものをどうやって攻略していくかということなんですが、これについてはですね、もう少し詳しく分析をしてみましょうですね。はい、テキストの方は1ページを開けてくださいですね。この1ページのところに表がありまして、ですね、失礼しましたですね、ずっと表19科目で150問、まあ、それぞれの出題数というものが、はい、書かれています。これをまず確認をしてくださいですね。そして、ですね、次のページですね、2ページのところなんですけれども、この2ページのところで、上から書いてありますけれどもですね、ここですね、上から4行目ぐらい、ちょっと見ていただきたいんですが、出題科目は多いと。ただね、この出題数というものを見ていただきますとですね、もう一度、19科目150問ですよね。19科目150問で、この出題数というものを、それぞれの科目の出題数というものを見てみますと、この表があります。これを見て、いただきますと、ここが相談援助の理論と方法は21問出される。就労支援サービス、更生保護制度は
それぞれ4問しか出されないと。そういうようなところがあります。ここのところを分析をして、2ページのところに行っていただきますとですね、ここにそれぞれの科目ですね、4問しか出されない。5倍も下がるんですよね。そしてまた、ですね、10問も出題されるものがあるということで、大事なことは、本当に、19科目ですね、150問というものを勉強するには、単に前から勉強していったんではダメだということです。テクニックを身につけなければなりませんですね。じゃあ、次に行きますと、全体的なものは分かったんですが、じゃあ回答の方法はどうなっているかと。これはですね、5つの選択肢から正解を1つまたは2つ選ぶもの。まあ、2つ選ぶってなるとね、まあ、慣れてないのでね、難しそうだと思うかもしれませんけども、大体試験の時は 2と3どっちかなとかね、1と5どっちかなと思うんですよ。悩むんだけれども、これ2つ答えだとね、その両方が答えというふうになるのでね、ある意味では非常に、簡単、楽な回答方法というふうに言えます。この複数の問題という、複数の回答があるということについては、かえって楽なんだというふうに見ておいてくださいですね。どういうような形の出題形式になっているかと言いますと、これ2ページに書いてありますけれども、正しいものを1つ選びなさいですね。それから2つ選びなさいというふうになっていますので、ここのところをですね、これに惑わされないで非常に簡単なんだというふうに考えていけばいいと思います。はい、それでは次はですね、合格率を見てみましょうですね。この合格率についてですけれども、ここで見ていただきますとですね、まあ、大体ね、4人に3人は落ちるというものなんですよ。ちょっと細かく見ていきますとですね、このテキストの3ページの上の方に表がありますですね。合格率は、まあ、一番難しい時で、ここの 18.8%、20% 切ってますね。一番簡単な時で 30.2% ということです。ですね。まあ、平均的には 25% と言いますとですね、4人に3人は落ちるというね、その意味では難しい。この難しいのをどうやって攻略をしていくかという問題なんですけれども、またここで見ていただきますとね、ここでじゃあ何点取れば受かるんだろうということで、これ見ていきますと、一番低い時は72点、一番高い時が99点、随分差がありますね。ですね。まあ当然問題のですね、レベルにもよるんだと思いますけれども、そうするとね、一番難しい、一番点数が高かった時でさえ99点ですから、150問中、50問は間違っていいんです、これ。これがいいですよね。こう考えれば簡単でしょう。ですね。50問間違っていいんだから、合理的勉強方法の必要性があるというのは、ここでの合理的な勉強方法というものは、ここは50問間違ってもいい。だからある程度力を入れないで、ただの0点取っちゃまずいんですよね、各科目ごとにね。その意味では力を入れたり、たくさん入れるところと、たくさん入れない。たくさん入れないというか、あまり力を入れない。そういう勉強方法が重要になってきます。まあ、150問中50問間違っているわけですから、それほどですね、気にする必要はありませんですね。はい、それでは次は、じゃあ、こういうふうにね、勉強方法、どのようなですね、勉強方法を取ったらいいかということなんですけれども、ね、これにつきましてはですね、当然ですけれど、たくさん出る科目ですね、そういうようなところから勉強をしていくということになります。これ見ますと、相談援助の理論と方法ですね、このテキストのところでも、先ほど説明しましたように、この1ページに何問出るかと
いうのは書いてありますよね。ここの、ここに出題数が書いてありますので、ここのところは非常に重要な作戦の元になるものですから、注意をしてくださいですね。まあ、当然ですけどね、出題数の多いところから勉強をしていくんでしょうですね。そのことがですね、この3ページのこの超合理的勉強方法というところがですね、書いてありますですね。ここにですね、書いてありますのが、相談援助理論と方法。これは21問。これの前提として理解として必要な相談援助の基盤と専門職。まあ、これはですね、7問も出題されます。ここに書いてありますよね。そういったようなところでたくさん多く出るわけですから、そこを勉強しておくということです。ね、こちら見ますと、相談援助 の理論と方法は21問、公正保護制度は4問ですね。これでもう力の入れ具合はわかるでしょう。ですね。ではもう一つは、理解しやすい科目なんですよ。ここのところは、相談援助の理論と方法は仕事で使う内容ですよね。で、これがまた大変なんですが、一般的なテキスト、本はね、やはり出題順に出ていますので、人体の構造と機能と疾病という仕事であまり使わない。もちろんね、ある程度は知ってなきゃいけないんですけれども、医療の専門職ではないですから、社会福祉士はね。そういう意味でここが非常に理解しにくいと。そういうような状況、内容になっています。ですので、仕事で使うところからですね、勉強をしていくということになります。そうすると、次なんですけれども、これがまた重要で、この勉強の方法として、最も重要なのはですね、ここの画面に書いてありますように、テキストでは3ページから4ページについて書いてありますけれども、これが一番重要。試験に出題される順序では勉強はしないということです。これが一番重要で、出題数の多い科目から勉強、当たり前ですよね。これが一番、ここまで思い切ってやらないと、なかなか短期間では合格できません。だから人体の構造なんてのは、後回しにしてやるということになります。よく出るのは、相談援助の理論と方法、21問、理解の前提として、相談援助の基盤と専門職。これは、この2つの科目は、1つの科目として考えてくださいね。で、内容も同じようなものが関係していく、そういうようなものになります。で、これ合わせて28問ですよ。4問しか出ない科目もあるし、多くても10問ですよ。それに比べて、ここで、28問出題されるわけですから、この2つの科目を勉強するということは当然のことだと思います。ですね。ここのところをですね、頭に入れておいてください。ですね、ここ。勉強方法というものが非常に重要だというのはある程度お分かりになってきたでしょうかですね。まずはどの科目、どの順番で勉強をしていくのか、これを明確に理解しないと全く無駄な勉強をしてしまったり、途中で、まあなかなかこれは自分は受かんないんじゃないかなと思ってね、辛くなってしまうことがありますので、その点気をつけてください。ですね、今説明したようなことがですね、4ページに書いてあります。3ページから4ページにかけてですね、ここに書いてありますので、ここは軽く読んでおいてくださいですね。だいたいどういうふうに勉強したらいいかというものが分かってきたと思いますですね。それでは今度はですね、今のところをまとめて勉強する順番というのを整理をしていきたいというふうに思います。5ページを開けてください。この5ページのところが勉強する上では非常に重要です。ですね。この上から科目が書いてありますけれども、
最初にここに相談援助の基盤と専門職ですね、それから相談援助の理論と方法ここのところが7問と21問、まあ、なんで7問を先にやるかというと、これはこの21問を理解するにはこれ同じ科目と考えなきゃいけないので、この7問のところをですね勉強していくというのが重要なことになります。ね、ここのところが非常に重要なところですので、頭に入れておいてくださいですね。ここが一番重要なところになります。はい、ここのところですね、ちょっとこここの科目の順番ですね、ちょっと見てくださいですね。はい、これ見ていただけたでしょうかですね。この AAA のランクですね。そして、今度は AA のランク。得点目標、何点取ったらいいかというのもここに書いてあります。ただ、この目標は合計で108点で計算してますので、10問ぐらい。まあ、実際99というのは特別に高かった年でね。90だとしたら、まあ、かなり余裕のある点数ですよね。そういう意味では、この A、B ランク、C ランク、まあ、こういう順番で勉強していくのがいいということですね。ただ、こういう順番で勉強するというのをですね、自分で考えなきゃなんないということではありません。ね、この講座は、この順番でテキストも問題も作られてますし、この講義もやっていきますので、これに合わせてですね、勉強をしていくですね。これをペースメーカーとして勉強をしていくということになります。じゃあ、具体的にどういうふうに勉強をしていったらいいかということなんですけれども、こちらの方ですね、過去に出題された問題を解くと。まあ、この講座でも過去に出題された問題集の問題解説集を作っておりますけれども、じゃあどうして過去に出題された問題を解くのかと。同じ問題は出ないのになんで解くのかというとですね、これは似た問題が出題されるから。なぜなら毎年同じレベルの知識を持っている方が合格しなければならないからと。社会福祉士という名前を使う以上は、ある程度統一的なですね、最低限これだけは知ってるというそういうような内容レベルの人でなければ社会から信頼がされませんということで、同じような問題、似た問題が出題されるわけです。ただ問題なのは、その似たる問題、この似た問題というこれが一番のポイントなんです。似てるというのは顔が似てるとか、問題文の外形が似てるとか、そういうような問題ではないんです。今回のこの30分のガイダンスの中で一番重要なのはそこなんです。似てるというものはどういうものか、それについて説明をしてみましょうですね。ここはですね、この四角で囲んであって、その上、二行上にそれはって書いてあるでしょう。問題の丸×を判断する基準規範が同じ問題ですということなんです。基準規範ですね。そうしますと、ここに図がある、表がありますので、この問題を見てください。ですね。専門性の維持・向上を目的として資格更新研修を受けなければならないと。これは社会福祉士の問題なんですけどね。で、次、社会福祉士は5年ごとに更新のための研修を受けなければならないということなんです。で、これは受けなければならない更新のための研修。これともにこの社会福祉はっていう問題文が別途あるんですけども、で、この問題を解くのは、これはね、社会福祉士及び介護福祉法には資格更新研修は規定されていないですね。
この、例えば、ケアマネージャーだったら、ケアマネージャーの証、これなんかね、免許証なんかも有効期間あると思いますけれども、ですね、この、社会福祉士として合格をして、登録をするという場合については、登録をした場合はね、それは一定の期間で、また、こう、登録の更新をしなければならないというのはないんです、これ。だから、この問題とこの問題が同じ問題だということは、この問題の丸と×を判断する規範、基準が同じだということなんです。そして、試験で重要なのは、この規範を覚えるということなんです。過去の問題を解くというのは、同じような問題というのは、その問題の丸、×、あるいは適切、不適切を判断する、ですね、その規範となるものが、これが同じ、というのが、問題が似てる、レベルが同じと、そういう場合なんです。ね、これ5年ごとの更新講習を受ける必要はない、そういう制度はないってくれば丸なんですよね。だから今年は丸で出そう、まあ、来年は×で出そうと思ったりするわけですよ、出す人はね。そうだとすると今度はその規範さえ覚えておれば試験会場に行って丸か×かという判断をすることはできるということです。この点ですね、覚えておいてくださいね。ここが重要なところです。で、次の問題なんですけれども、重要なのはですね、ここに、画面は合格法のまとめって書いてあってですね、超合理的合格法、これどうやるのかということなんですけれども、どのようにやっていくかですね、過去に出された問題を解くということが、ここに、書いてありますけれども、このパソコンの画面をちょっと見てくださいですね。この画面を見ていただきますと、ね、最初に過去の問題を解く。これはこの講座そのものは初めて勉強する人というよりはね、ある程度勉強した人、あるいは社会福祉試験は誰でも受けられるものではなくて、受験資格がかなり厳しいので、その要件を突破した人、そういうことですから、まず最初に過去に出された問題を解いてほしいんです、これ。ですね。で、解いてですね、ここに画面に書いてあります。正解できてもできなくてもいいんです。とにかく解くんです。そうすると、この選択肢、問題の5番の1の足は丸なのか×なのか、ここが重要なんです。解説を読んで、丸とか×とか分かってもすぐ忘れてしまうんですよ。問題はその丸か×かができたんではなくて、その丸と×の根拠になる記載がどこにあるのかですね。解説書というものに、あったんではね、その解説の本だけではまとまらないわけですよ。ね、体系的に書いてあるわけではありません。で、ここに、2番のところにテキストの該当箇所を探すというふうに入ってますですね。この該当箇所を探すのが一番重要なので、これが覚えるべき知識なんですよ。これどういうふうに書いてあるかというとですね、ここに具体的勉強方法ということが書いてありますけれども、この先ほど出た問題でもね、この更新という制度はないということがテキストのどこに書いてあるか。だから何ページの何行目にここにこう書いてあるから、これが丸なんだ、×なんだということがわかるわけですよね。そうすると何ページの何行目、そこのところを覚えればいいということになります。そこに線を引いて覚えるということなんですが、今私が話していることは、この具体的勉強方法なんですね。その丸か×かを判断する基準ですね。そこにテキストに線を引いておくということなんです。そうすると非常に面白いことに過去の問題を、ね、解く。どんどん多く解けば解くほどですね、今のようなやり方でですよ、根拠を示すと同じようなところに線が引かれるんです。
問題文は全然違う形になっていますけれども、その丸か×かを判断する基準は同じなんです。その基準を理解してもらいたいというのが、この講座の目的なんです。これですね。いいでしょうか。ですね。はい。それではですね、ここでまた、テキストのですね、今度は7ページを開けてください。この7ページに、ここにまとめたところが書いてあります。で、ここでまた重要なのはですね、正解できてもできなくてもいいから解くと今も言いましたですね。そこでその選択肢を判断する基準を探すということです。この探してる間にいろいろなことを覚えていくんですよね。ただまあ30分ぐらい探してね、行かなければ、なければそれ先に行って構いませんよ。いや、いくら探してもない、どの問題の回答もないと言ったら、それはテキストがあまり良くないわけですよね。過去の問題に対応していないということになりますですね。ここのところは、正解を、ここをね、少し時間はかかるんだけれども、ここを頑張る。ただ、この講座は、これをですね、内容として出していきたいというふうには考えていますですね。ここのですね、で、ここの該当箇所に線を引くと。そして、その前後をですね、周辺を読めば、そのあたり、大体同じようなところから出題されるので、ここのところをですね、勉強をして覚えていくと。ね、本読んだんだけど何を覚えていいか全くわからないというようなところが、こういうようなことなんです。はい。それではですね、また画面の方を見ていただきたいんですが、今言ったようにですね、そういうような勉強法が一番いいんですけども、ただこれ探すのは大変だ。なかなか時間がかかるということになりますので、本講座、この講座ではね、整合を判断するテキストの該当箇所を説明します。問題集も使いますけども、その問題集の解説にはその該当箇所が書いてあります。そして、その周辺に今後出題されやすい箇所を指摘をして、このあたりが出題されそうだと、まあ、いうようなことを説明をしていきます。このような方法をしていけばですね、合格にぐっと近づくということになります。ね、この試験問題を作る人は、皆さんやっぱり作るの嫌なんですよね。なぜかというと、答えが2つあるというのに3つだったと。1つ選べっていうように答えが2つ出てしまったら、これは大変だ。国家試験の問題ですよ。だから作るのは嫌がるんですけれども、でもこれやんなきゃいけないと。そうなると、過去に出された問題を見ながら、なんとかしてね、この間違いのない問題を作ろうと。そういうふうにやっていくわけです。ということは、過去に出された問題、形は変えるけども、過去に出された問題を解く同じ基準、この基準を使った問題を作ることになります。ですから、過去問を解けというのは、そういうようなことなんです。勉強方法は分かったでしょうか？ですね。それでは、ですね、次のユニットから具体的な問題などを見ながら勉強をしていきたいと思います。時間が来ましたので、ユニット1はこれで終わりにさせていただきます。